アルティウムは、スペイン・バスク州、アラバ県ビトリアガステースにある現代美術の美術館。正式名称は、アルティウム・チェントロ・ムセオ・バスコ・デ・アート・コンテンポラネオ。2002年4月26日に開館した。アルティウムの構想は、アラバ県議会が主導し、バスク州政府、スペイン政府文化省、ビトリアガステース市が協力した。所蔵する作品の大部分や建物そのものは、アラバ県議会が所有している。建物の設計は、ホセ・ルイス・カトン。それまでビトリアガステースには、宗教美術のコレクションを持つアラバ美術館があったが、2002年4月26日にアルティウムが開館した。ダニエル・カスティリエホがディレクターを務めている。アルティウムの役割には、第1に現代美術作品の収集、第2に企画展覧会の開催、第3に教育、文化活動プログラムがある。児童、生徒が教育活動の一環として、アルティウムを訪れることもある。アルティウムは、ビトリアガステース中心部、旧市街のすぐ東側を南北に走る、フランシア通りに面しており、すぐ近くには、フルニエトランプ博物館がある。ほぼ正方形の敷地の中に、屋内外の展示スペース、レストラン、資料室などを備えている。アルティウムは現代、バスクや現代スペインの作家を中心に、約3000点の作品を所蔵している。以下の作家の作品を所蔵している。ありがとうございます。